平松さん嬉しそうだね、なんか今回は真面目にアナウンス力で挑みたいと思います。あ、そう題して60秒でまとめろ日本昔話。なるほど。ここに昔話のタイトルだけ書かれたお題カードを持ってきました、ね。うん、片方がストップウォッチを持ち、もう片方がお題を引くと、はい、で、引いたタイトルの昔話の内容を60秒ぴったりで話していただきたいと思います。あー、なるほど、要約して、はい、起承転結を、起承転結、まさしく、はい、3名のスタッフさんに今回もお呼びしております。その3票の分かれ方で勝敗を決めます。先行後攻を決めていきたいと思います。 OK、 勝った方が先行、勝った方が先行ね。先行、はい、いきます。最初はグーじゃんけんぽい、弱っ、よーい、ドン。桃太郎です。ある日ですね、まあ、おじいちゃんとおばあちゃん、仲いいおじいちゃんとおばあちゃんがいたんですが、まあ、共働きでして、お母さん、おばあちゃんは川に洗濯に行きまして、おじいちゃんは山へ、ね、いろんなことをやりに行ったという中で、まあ、おばあちゃんが川で洗濯しています。なんとですね、上流から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてくるわけですよ。これは持って帰んなきゃいかんという話になりまして、おばあちゃんが家に持って帰りました。大きな桃を愛するおじいさんに振る舞ってあげましょうって言ってた時に、割ったらなんと桃から出てきたのは果肉ではなく子供が出てきたということなんですよ。まさに桃から生まれた男の子、読んで字のごとく桃太郎ということにしましょうという話になりまして、おじいちゃんおばあちゃんはその桃太郎を育て始めました。で、ある日ですね、鬼を退治しに、遠方の方まで行きまして、鬼をですね、キジとかね、犬とか連れて、仲間を連れて、鬼を退治して、そのね、治安を良くして平和な世の中を作り上げましたという話でございます。ちょっと待って、やったやったむずいわこれだって、岩さん、平松さん、桃太郎生まれたの40秒50秒ぐらいで鬼ヶ島にやっといたいろんな仲間連れてっていう猿置き去りでしたから、猿キジとかって言ってます。キジとかね。どうですか、難しいですか。やっぱり日本昔話は60秒で語るもんじゃない。いやいや、企画先輩をいじるだけいじった篠原くんの高校チャレンジ、よーい、スタート。浦島太郎です。昔々あるところに、ある一人の好青年がおりました。その好青年がですね、海岸をポツリポツリと一歩ずつ歩いておりますと、そこになんと、うなだれたウミガメがいるじゃないですか。そのウミガメに話しかけてみるとですね、子供たちにやられてしまったと、もてあそばれてしまったと、すごい嘆いていたそうなんですね。その浦島太郎、間違えた、そのウミガメを助けた浦島太郎、なんとそのウミガメが海中へ連れていくというんですね。ある時びっくりした浦島太郎、それについていきました。そしたら着いた先は竜宮城、サンゴでもできてるんでしょうか。その竜宮城に入ってみると、そこには乙姫、美しい乙姫がいましたね。その美しい美しい乙姫に一目惚れしてしまった浦島太郎、その乙姫と、そうですね、まあ、踊ったり10秒前踊ったり、いろんなことをしてしまい、いろんなことをしまして、最後にもらったのが玉手箱。そして陸に上がって玉手箱を開けると煙が出てきた。おじいちゃんに玉手箱は開いてませんこの尺ではギリ開いてない。浦島太郎はおじいちゃんにならずに済んだんですね。そういうことになるね篠原の要約ではね。よかった、浦島は助かった。いやいやいや、どうですか、これやってみてよ。難しいんですけど、なんか途中からなんか気持ちよくなってきますね。なんか独特の節回しがあったねですね、いたんですねみたいなですね、どうしたか、新たな人格が出てきたなんか語ってる間に昔話の性がなんか降りてきて、宿ったんだね。昔話感出したいなと思った結果ああなりました。そういう意味では、こういい意味でこう憑依してたね憑依してきました。先行、平松さんが良かったと思う人手挙げて。はい、下ろして、はい、高校、篠原が良かったと思う人手挙げて。はい、下ろして。いやいや、上げてないから3対0で平松さんの勝利です。いや嬉しいですけど、正直ちょっと自信がなかったんで。なんてこった、逆に正直ちょっと自信がありましたね。ちょっと負けたと思った、ちょっと勝ったと思った。まあでも言いますもんね、フリートークはオチだと。そうだね、起承転だったね。
そうですね、テンしてるままです。今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価、そしてコメントもよろしければいただければ嬉しいです。お待ちしてます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。